あ、くそ。無理。え、無理じゃね？ってことはだ。戻ろう、初日に。戻ろう、初日に。まあ、でも進展はあったもんね。なんかあの、狐のお面の子が現れて。狐のお面の子、あれももしかしたら時間経過なんかな？なんか今後さ、その、もう、なんか一日経ったらとか、最終日にはなんか話せるようになったりとか、まあわからん。そこはまだ深追いするところじゃないかな。一応、お面がゲットしたしね。よしよしよし。時の歌。右へ下、右へ下。戻します。行きまーす。さあ、それじゃあ。爆弾をセットしまして。いけいけ。あ、ちょうど8時やし、いい感じじゃない時間。開いたやろ。ロマニー牧場。さあ、これで、まだ事件は起こっていないはず。ってことは、今日の夜起こるってことよね？事件が。ふぅ。何あれ、なんか飛んでない？シンクルか？どこにでもいるな。え、シンクルじゃないんかな？あれ、違うな。何これ。え、違う違う違う。エポナじゃなくてさ、もうそこはあの、見たんよ、何回も。君たち、あれ、記憶引き継いとるやろ？知っとるはずよ。そこは繰り返す必要ないよね。これさ、あれじゃない？あれ？これさ、なんか、襲いに来た幽霊とは違うの？なんかこんな感じじゃなかった？あ、話せる。あ、顔もニコニコしてる。やっぱ違うね。魂抜かれとったんかな、あれ。あれ、君誰？私、ロマニー。この牧場と同じ名前よ。君、名前は？あれなんや、父親がロマニーとかじゃないんよね。あゆな。あゆな？いい名前だけど。バッタくんってのはどう？ロマニーがつけた君の名前よ。いや、意味わからないです。だって君、緑の服着てるし、パタパタ走りそうなんだもの。バッタくんに決まりね。うわ、勝手に決められた。怖い。ロマニーね、練習してたの。今夜ね。今夜。あいつらが来るの。うわ。あいつらはね、毎年カーニバルが近くなって夜にやってくるの。でも近くなったっていうだけで、なんで今夜ってわかるんやろ。カーニバルから何日前みたいなのあるんかな。あ、全然違う姿やった。全然あんな可愛くなかった。ぼーっと光る玉に乗ってきて、たくさん降りてくるの。そして牛と、女の子が。そして牛小屋に来て。お姉様は信じてくれないから、ロマニーが牛たちを守らなきゃ。ねえ、バッタくん。ただいま助っ人募集中なの。男だったらやってみない？助っ人？おう。やった！さすがバッタくん。さすがって言われても知り合ったばっかなんですけどね。それではいきなり作戦を発表しまーす。あいつらは牧場のあちこちに現れるの。あの牛小屋めがけてゆっくり近づいてくるから、入られないように弓矢で撃つのよ。いい？牛小屋から離れちゃいえよ。バッタくん、早速練習しようよ。お化けの形をした風船を牧場の中に10個飛ばすから、早く全部割ってください。2分を超えたらアウトだからね。今までの記録は1分よ。準備はいい？誰の記録なんだ？ロマニーの記録か？え、エポナン乗ってるんだけど。え、待って、エポナン乗った状態ってめっちゃ難しいんですけど、やめて。ただでさえさ、弓矢めちゃくちゃ下手くそなんよね、私。あ、でも、あれか。
無限に矢使えるわ。それは助かる。ね、止まってくれんかな。無理無理無理。ああ。目の前。回った？回ったな。これは勝手に走り回るシステムなんですね。走り回るというか歩き回るというか。よしよしよし。要は牛小屋から近い位置をずっと歩き寄るってことか、これは。エポナが今の届いてないんか。くそ。くそ。邪魔やな、キちょっと切り倒してくれん。あ、くそ。無理。え、無理じゃね。待って待って待って、小屋に戻らんといてくれる。無理やって。だってあと6匹おるんやろ。絶対無理やん。ね、無理やって。無理やって。打ちまくりおるぐらいの方がいいんかな。はい、時間切れ。へえ、残念ね。まあ初めのうちはこんなもんよ、バッタくん。これはクリアできてなくても大丈夫なやつ。バッタくんにロマニーの馬を呼ぶ歌教えてあげる。二人とももっと仲良くなってたくさん練習しといてね。この子、この歌が好きみたい。ロマニーの馬じゃないんだよ。エポナなんだよ、この子。私の馬です。そしてそれはエポナの歌だね。いや、いいね、エポナの歌。一応クリア戦でもストーリー的には進みよるっぽいね。弓矢で撃つんね。やっぱりエポナの歌だ。信頼で結ばれた二人のメロディー。なんでこの歌を知っとんやろ、この子は。馬がね、こういう歌好きなんすよって話し出すわけじゃないやろうし。矢が当たるとパッと消えるけど、本番ではどんどん湧いてくるから、休んでる暇ないからね。牛小屋に入られたら私たちの負け。太陽の光であいつら逃げていくから、それまでの辛抱よ。うわー、マジか、持久戦？数に限りがあるわけじゃないんや。え、キッズ。しかもあれやろ？え、あれやん。魔法力めっちゃ使うやん。あ、ただの弓矢やったら使わんか。火じゃなかったら。分かった？はい。今夜の2時に作戦スタートよ。牛小屋で待っているから、遅れないでね。夜の助っ人を引き受けた団員手帳に書き込んだ。なるほど、こういうイベントが。もう一度練習するのね。え、これ本番もエポナに乗るの？絶対、歩きの方がいいと思うよ。ね、絶対歩きの方がいいと思うよ。これはあれなの？ロマニーの記録なの？あ、一応止まれるんか、これで。え、ごめん、大丈夫？なんか、エポナの頭いらんかった、今。間違えた。8。9。ね、あっち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 。あとちょい、あとちょい、あとちょい。え、いけるんじゃね、これ。間違えた。おっしゃ、いったよ。はい、おしまい。やったー、クリアできた。うわ、ギリギリ。結構ギリギリじゃない？ 1 分49秒89だって、すごい。いや、でも、1分ってやばくない？今までの最高記録1分。あなたたち息がぴったりね。矢が当たるとパッと消えるけど、本番ではどんどん湧いてくるから休んでる暇ないからね。うんうん、オッケーです。え、深夜2時から太陽の光が出るまでってだいぶじゃない？
時間経過早くしとかんかったら死ぬよね。確実に死ぬよね。うん、時間経過早くしとこう。2時過ぎたら。オッケーオッケー。あ、柵開けてくれとんやね。馬と仲良くなる方法。馬の横に立って A で乗れます。で、スティックを前に倒せば走り出します。走り始めたら A でうんちを入れれば加速します。障害物を飛び越すときは十分加速してまっすぐ走り込んでください。斜めに飛ぼうとすると馬は嫌がります。降りるときは馬を止めて A を押す。以上、次期投手ロマニー。次期投手ロマニー？あれ、お姉さんの方じゃなくて妹の方が継ぐの？ってこと？ロマニーの言うことを聞いていれば、私普通に牧場のおじさんのことやと思ったけど、妹のことやったんか。お姉さんが言った。そういうことやんね。え、あれか？ここは姉妹で経営してるってこと？保護者は？いないの？あれ、ロマニー牧場ってさ、おじさんが経営してなかった？あれ、気のせいかな？あの、なんか、傲慢トラックの傲慢兄弟と正反対な、すごい、人の良さそうなおじさんが経営しとったような気がしたんだけど、気のせいでしょうか。ね、お姉さんはどこなの？あ、ごめんね。違うの。違うのよ。どこなんだろうな。いなくない？そもそもそんな人物はいないのか？ねえ、そこなんですけど。まあだってね、あの事件が起こった後をうろつきよっても、おじさんとかおらんかったしな。なんか、奥さんっぽいのと息子っぽいなおったよね。え、でもあれ、え？わからない。わからないよ。わからないよ。もうあれですね。深夜2時ですね。とりあえずセットしとこ。え、これ30本限定かな？それともその時になったら急になんか矢の数無限になったりする？それとかなんか急にその辺に、お、牛おるやん。急にその辺に草むらができてさ、いっぱい。なんか矢の補充とかできるようになるかな？じゃないと無理よ。朝まで耐久とか。剣で切れるようになってくれんかな？ねえ、お姉さん。どこにいるの？あ、いや、いいっす。ちょっとこの牧場内広い県エポナン持って移動した方がいいな。ほら、やっぱ30。やっぱ限りあるやん、絶対これ。やだわー。なんかちょっと分かったかもしれん。ちょっと下ろして。違う違う違う。こんなところで矢を使わないでくれ。30本でも少ないって言ってんだ。違う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 。あれ、さっき一瞬分かった気がしたんやけどな。やっぱ今見てもジバニャにしか見えないな。で、さっきね、なんか馬のなんか全体というか、体全体で横向いとる姿に見えたんやけどな、一瞬。あー、犬いっぱい！かわいい！かわいい！いいです。あれ、前来た時もこんなにおった？全然こんな状態じゃなかった気がしたんやけど。かわいい。いろんな種類おる。めっちゃいろんな色が。ここにも植えれるんや。ふわっとした土が盛られている。何植えるんやった、あそこ。あ、
めっちゃルピーゲットできる。お、この虫ってなんかできるんやったっけな。めっちゃあれじゃない、動物の森に出てくるさ、半妙みたいな感じじゃないあんな感じじゃない。すごい似とるなって思うけど、瓶とかあったら捕まえれるんかな。持ってないか今。あ、ちゃんと待っとってくれるんやね、ありがたい。勝手に小屋に戻るかなって思っとったんやけど。これも壊せるやつか。おお、壊せた。わざわざ鉢に入れとるやつを壊していくやつ。ひよこ。そのやっぱじいちゃんおるよね。でそのじいちゃんは一体どこにいるんだい。全然いないんすけど。ね、全然いないんすけど。なんかあの事件が起こる前なら、どこかしらにおるんじゃないかなと思ったんやけど。やっぱおらんな。どこなんだい、そのおじいちゃんは。え、おじいちゃん？あれはさ、ロマニーたちの兄弟なの？別にこれ、あれ？牧場全体家族経営っていうわけじゃなくて、なんかそれぞれのコーナーによって、全然赤の他人がやってるの？じゃ、いまいちわからないんだけども。まあ、とりあえず、深夜2時。とりあえず、深夜2時の、お化けに、備えますか。ね。それまでにまた、たったの1本ではあるけど、ちょっと無駄に使ってしまった、矢も補充したいし。走り出すまでが若干ちょっとあるんよね。戻しとくね。まあ、戻しとくねって私の馬なんですけどね。よいしょ。ムチって出るときと降りるって出るときはどういう差があるの？お。矢の練習してた。私一人だけじゃなくて一緒に矢打ってくれるってこと？でも、牛小屋の中で連れ去られたけどな、失敗パターン。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことで、ようやくだな。ようやく、まともなロマニーと話ができた。ただ、お姉さんもおらんし、おじいちゃんとやらもおらんねえけど、なんだい、みんなどこに行ってんだ？謎。